家の中で楽しめるエンタメや流行を本識者が体験するおこもりエンタメのコーナー。今回は子供向けかもしれないけど意外に大人向けな内容かも。劇場版若おかみは小学生ブルーレイ& DVD の紹介です。劇場版若おかみは小学生ブルーレイ& DVD 3月29日発売。通常版ブルーレイ5184円、 DVD 4101円、ほか価格はすべて税込み。発売販売元ギャガ見る前に作品の情報を集めてみると、原作は累計発行部数300万部の人気児童文学シリーズで、テレビアニメ化もされているのだとか。人気の理由を知るべく見始めると、まず映像の美しさにうっとり、特に空と海の青さ、木々の緑に目を奪われました。というのにも理由があって、本作の監督兼作画監督の高坂喜太郎氏は、もののけ姫、千と千尋の神隠しなど、ジブリ作品で作画監督を担当していたそう。これで納得です。物語の主人公は、両親を事故で亡くした小学6年生のおっこ。おっこは、祖母が経営する旅館の春の家に引き取られ、旅館に住み着いている幽霊や魔物たちに支えられながら成長していきます。祖母の厳しい女将指導は小学生にとって辛いのではと思いましたが、祖母は飴と鞭を使い分け、おっこも飲み込みが早いこと。このおっこの声を有名子役だった小林星蘭ちゃんが担当。なんと公開時は13歳になっていました。これは声優としても活躍できそうと思うほどのうまさです。幽霊少年のウリ坊や美人占い師など魅力的なキャラクターが次々と登場し、ぐいぐいと引き込まれる内容にハッとさせられる映像美。大人も楽しめる作品です。